コーディリアは天皇星の第6衛星である。発見されている中では最も内側を好転する衛星である。コーディリアは1986年1月20日にボイジャー2号が撮影した画像の中からボイジャーの画像解析チームによって発見された。発見は同年1月27日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S。 1986U7 というカリフ号が与えられた。その後1988年6月8日に、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、リア王に出てくるリア王の三女の名前にちなんで命名された。また、ヨーロネス6という確定番号が与えられた。コルデリア、コーデリアといった表記もされることがある。発見以降、1997年にハップル宇宙望遠鏡が、 再び発見するまでコーディリアは検出されていなかった。軌道長半径、半径がおよそ2 0トルであること、キカアルベドが0.08であること以外は、コーディリアに関して判明していることは少ない。ボイジャー2号が撮影した画像の中では、コーディリアは長軸を天皇星の方へ向けた細長い物体として映っていた。 コーディリアの長軸と短軸の比率は0.7プラスマイナス0.2と非常に細長い形状をしていることが分かっている。コーディリアは発見されている天皇星の衛星のうち最も内側を交点している。天皇星の同期軌道より内側を交点しているため、潮積力によって軌道は徐々に減衰している。また、ロザリンドとの後、3の軌道共鳴の非常に近くにある。 コーディリアとオフィーリアは、それらの重力によって、天皇星のイプシロン管を安定に維持する羊海衛星の役割を果たしていると考えられている。艦の内縁は、コーディリアと24時25分の軌道共鳴の位置に存在している。ありがとうございます。